皆さんこんにちは、徳田圭です。今回は ZAMP というツールをパソコンにインストールして、自分のパソコンに Web プログラムが動く環境を作ってみましょう。今回の動画では ZAMP とは何か、 ZAMP のインストール方法、 ZAMP の起動方法、使い終わった後は、このような流れでお話していきたいと思います。今回もフルスタックエンジニアを目指す上で役立つノウハウをお届けしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。まず ZAMP とは何かということですが、ウェブプログラムを動かすためにはエンジンとなるウェブサーバーやデータを保存するためのデータベースサーバーが必要になります。サーバーについては詳しく説明している動画がありますので、まだ見ていない方はぜひ概要欄の方から学んでみてください。レンタルサーバーを借りれば、これらのソフトは最初からセットアップされています。ただプログラミングをしている段階では、作っては確認、また作っては確認という作業を何度も何度も行うため、その度に毎回プログラムをレンタルサーバーにアップロードしていては面倒です。そこで自分のパソコンにもプログラムが動く環境を作って開発を進めていきます。ここで活躍するのが ZAMP というツールです。 ZAMP という名前はこのような言葉の頭文字になっています。クロスプラットフォームを意味する X、 ウェブサーバーである Apache の A、 データベースサーバーである MySQL の M、 プログラミング言語である PHP の P、 同じくプログラミング言語である Perl の P。 この名前の通り、 ZAMP はウェブプログラミングに必要なサーバーソフトがまとめて入っている便利な開発者向けのパッケージツールです。このツールを自分のパソコンにインストールするだけで、ウェブプログラムの動作環境が整ってしまいます。ZAMP は Windows、Mac どちらでも使えて、しかも無料です。それでは早速 ZAMP を自分のパソコンにインストールして使えるようにしてみましょう。 ZAMP のインストール方法ですが、まずはこちらのサイトにアクセスします。 URL は概要欄に貼っておきますので、そちらをクリックしてください。 ZAMP のウェブサイトが表示されたら、ダウンロードという部分から自分のパソコン用の ZAMP をダウンロードします。僕は今 MacBook Air を使っているので、 Mac 版をダウンロードします。ダウンロードしたファイルをクリックして実行すると、このような画面が開くので、ZAMP App というアイコンを左のフォルダへドラッグ&ドロップします。これでインストールは完了です。早速起動してみましょう。先ほどドラッグ&ドロップした右側のフォルダをダブルクリックすると、Mac のアプリケーションフォルダが開きます。その中にある ZAMP.app をダブルクリックして起動しましょう。このような確認メッセージが表示された場合は、開くをクリックします。これで ZAMP が起動しました。まずはスタートボタンを押して ZAMP をスタートさせましょう。このようにステータスアイコンが緑色になれば OK です。次に各種サーバーソフトを起動していきます。サービスイズタブをクリックしましょう。この画面で Apache や MySQL などの各種サーバーソフトを起動できます。スタートオールボタンをクリックして全て起動しましょう。アイコンが全て緑色になれば起動完了です。最後にネットワークタブをクリックします。この上にあるローカルホストの80番を選択してイネーブルボタンをクリックします。アイコンが緑色になれば OK です。これで全ての起動が完了したので、ブラウザを立ち上げて URL にこのように入力してアクセスしてみましょう。間違いのないように念のため URL を概要欄にも貼っておきましたので、そちらをクリックしてみてください。このようなページが表示されれば ZAMP は正常に起動しています。画面の右上にある PHP MyAdmin という部分をクリックしてみましょう。これはデータベースの管理ツールです。これを使ってデータベースにテーブルを作成したり、データの登録を行ったりします。これであなたのパソコンで Web プログラムを実行できる環境が整いました。使い終わった後は先ほどと逆の手順で起動したものをストップしていきましょう。すべて停止したら ZAMP 自体も終了して OK です。プログラミングを始める前には毎回先ほどの手順でアプリケーションフォルダーから ZAMP を起動し、スタートボタンをクリック、各種サービスを起動、ネットワークを有効化、この流れを行うといった感じです。以上で ZAMP のセットアップは完了です。 Web プログラミングを行うには、エディターである Atom と今回セットアップした ZAMP、 この2つのツールを使って行っていきます。 Atom については別の動画で解説していますので、こちらもぜひ概要欄の方から学んでみてください。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルではフルスタックエンジニアを目指す方のために役立つ情報や生きたノウハウをお伝えしています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。